ロハス事件は、1989年9月3日、ブラジルリオデジャネーロのマラカナンスタジアムにて行われた、FIFA フフワールドカップイタリア大会、南米予選3組最終節、ブラジル代表対チリ代表の試合にて発生した、不正にまつわる事件である。FIFA フフワールドカップイタリア大会南米予選3組は、ブラジルチリベネズエラの3カ国によって、 ホームランドアウェイ方式で行われ、1位が本大会、またはオセアニア代表との大陸間プレーオフに出場できることとなっていた。まず、ブラジルチリともベネズエラにアウェーで勝利、続いてチリサンティアゴにて行われたチリ対ブラジルの試合は1の1の引き分け、その後ブラジルチリともベネズエラにホームで勝利し最終節を残して、 勝ち点で並ぶ展開となっていたが、特殊点差でブラジルが上回っていたため、チリとしては最終戦のブラジル戦をアウェーで勝利しなくては本大会出場ができない状況となっていた。そこで迎えたブラジル対チリの試合は、ホームのブラジルが優位に進める展開となり、後半4分に彼かのゴールにて、ブラジルが1点リード。 本大会出場に向けて大きく前進した。ところが、後半25分、チリのゴール裏の観客席で応援していた、ブラジル人女性客が、発煙筒を、ピッチの中に投げ込み、発煙筒は、チリのゴールマウス付近に落下。その瞬間、チリ代表首相で、ゴールキーパーのロベルト・ロハスが、ピッチに倒れ込んだ。頭部から大量に出血したロハスは、担架に乗せられて、退場。 その後、チリは、安全を確保されていない会場では試合をできないと、主張して試合続行を拒否。試合はブラジルが1-0でリードしたままの状態で、打ち切りとなったが、チリは、試合の向こうと、第三国での再試合を求めて FIFA フフに提訴した。リカルド・アルフィエリが撮影した、発煙筒が落下した、瞬間の写真。チリの提訴が通れば、チリの、 本大会出場のチャンスは大きく広がることとなるはずであった。しかし、試合の翌日、日本のサッカーマガジンと契約していたアルゼンチン人カメラマンのリカルド・アルフィエリが撮影した浮きの写真によって投げ込まれた発煙筒はロハスに全く当たっていないことが判明した。さらに、フィファの調査の結果、ロハスの負傷は 自身があらかじめ隠し持っていたカミソリによる頭部への自傷行為によるものであることも判明した。以上の調査の結果ブラジル対チリ戦は没収試合となり、ブラジルの2-0による勝利という扱いとなったため、ブラジル代表の本大会出場が決定した。一方のチリ代表は、主犯のロハスと代表監督のオーランド・アラベナ、そしてロハスを診察した医師のダニエル・ロドリンゲスが、 サッカー界から永久追放、共犯者とされた代表副首相でディフェンダーのフェルナンド・アステンゴも5年間の選手、資格停止処分となった。そして、チリサッカー連盟には約10万ドルの罰金と次回アメリカ大会予選参加権剥奪という処分が下された。その一方で、ブラジルサッカー連盟も試合運営の不手際を問われ、 1> 約1枚2000ドルの罰金を課されている。ロハスは、その後、フィファから永久追放処分を解除され、ブラジルのサンパウロ FC でキーパーコーチ等を務めるなどしている。ちなみにその写真は、大スクープ。ブラジル対チリ発煙等事件真実の瞬間を捉える。という見出し付きで、サッカーマガジンの表紙を飾っている。ありがとうございます。